戦力としては期待できない連中でも壁くらいにはなるということか。あれだけの兵を連れていたのもきっと最初からそのつもりだったんでしょうね。しかしこれでひとまず窮地は脱したわけだが、どうする？この先引くか進むか。あの宰相がこのままおとなしくルリアを諦めてくれるとは思えねえぜ。まったくだな。それに逃げていたのではあの人形は取り戻せない。そして何より性に合わない。奴が我々に背を向けた今こそ完膚なきまでに叩き潰してやる。確かにこのまま放っておいて後手に回るのは得策ではないな。しかしどうやって後を追う。もう宰相殿の姿はどこにも。これもしかしたら、さっきからすごく強い力を感じるんです。この森のもっと奥に聖少女アーカーシャの力か。とすりゃおそらくその近くに。ああ、フリシアとあの人形がいる。そんなら決まりだな。こうなりゃ帝国の連中ともこの島で決着をつけてやろうぜ。やっぱりこの辺りは懐かしい匂いがするわね。ん？この辺りに私たちが踏み入るのは初めてだと思うが。違うわ。この辺りの木々はね、他の森の木とは少し違うの。懐かしいというよりほとんど私の一部みたいなものね。ロゼッタさんはこの森に何か思い出があるんですか？そうね、ここは私の故郷みたいなものだから。やっと帰ってきたんだってそんな気がしてしまうの。柄にもなくホームシックってやつだったのか。かもしれないわね。私にだって感傷に浸ることくらいあるんだから。そう、こうやって感傷に浸れるのはきっとこれが最後だもの。ん？あれ、何か言ったか？なんでもないわ。早く先へ進みましょう。一つの決着が私たちを待ってるわ。無駄だ。やっほっ。無駄だ。やっほっ。無駄だ。やっほっ。無駄だ。さらばだ。我が剣よ、今さらば。氷の花と散りゆくがいい。グラシアスネイル。みんなで作っていこう。最高のステージ、きらめきライブ。まだまだ行くよ。祈る余裕は与えん。ジェネラルブリッド。除去終了。お前は私の話を聞いていなかったのか。この辺りはかつて星の民の居留地となっていた遺跡だ。その居留地を提供していたのは
他でもない。エルステ王国だからな。居留地の防衛に自国で作られたゴーレムを使うのは至極真っ当なことだろう。もう聞いてたわよ。あ、でもってことはあの時ルーマシーの遺跡でオルキスが懐かしい匂いがするって言ってたのはきっとゴーレムのことだったのね。そういやオルキスちゃん、そんなことも言ってたよな。自分とこの国の名産品から覚えてなくても懐かしい匂いを感じてたんだな。あの人形がそんなこと。ああ、俺たちはてっきりオルキスちゃんの出身がルーマシーなのかと思ったんだが。そうか、あの人形か。ごめんね、オルキスちゃん。私たちの本当のことを二人で一緒に探していこうって約束したのに。でも絶対にそこへ行くから。待ってて、オルキスちゃん。お前たちはこのルーマシーで一時あの人形と旅を共にしていたはずだが、その時あの人形はどんな様子だった？どんなってもちょっと変わってるだけで普通の子って感じだったぜ。そうです、私と同じように自分のことを何も知らないことに悩んでて、きっとこれからもっと仲良くなれるって私はそう思ったんです。あの人形と？はい、だから絶対に助けるんです。また一緒におしゃべりするために。特別なことなんてなくていいから、一緒に笑って一緒にご飯を食べて、そうやって仲良くなりたいから。オルキスちゃんと友達でいたいから。だから絶対に諦めません。その意気だぜな。花と散りゆくがいい。グラシアスナイル。みんなで作っていこう。最高のステージ、きらめきライブ。みんな行くよ。祈る余裕は与えん。ジェネラルブリッジ。除去終了。イオちゃん、少しいいかしら？え？何？どうしたの？改まって。いいからいいから、ほらほら、もっとこっち来て。もう、何なのよ。ねえ、イオちゃん、イオちゃんは立派なレディの条件って何だと思う？はあ？何を急に。いいから、ほら、答えて。うん、そりゃ、綺麗でかっこよくて、あと、もうちょっと身長とか。そうね、そういうのも大事だけど、
一つ、もっと大切なものがあるの。大切なもの？そう。イオちゃん、あなたはみんなを支えてあげられる立派なレディになってちょうだい。みんなを支える？そんなの、私が何もしなくたって、みんな自分で。いいえ。いつかみんなが大きな壁にぶつかる時が来るわ。その時、みんなを支えられるのは、みんなを引っ張ることができるのは、きっと、イオちゃんだけなの。私が？そう。だから覚えておいて。イオちゃんは立派なレディとして、みんなを支えてあげられるってことを。うん。っていうか、それだけわかってるなら、ロゼッタがみんなを支えてあげれば。ごめんなさい。もう私には、託していくことしかできないの。ロゼッタ？さ、行きましょう。あんまり話し込んでたら、みんなからはぐれちゃうわ。ごめんなさい。あまり多くは話せないんだけど、少し話を聞いてくれるかしら。ありがとう。きっと今はまだ意味がわからないかもしれない。だけど、あなたに聞いておいてほしいの。あのね、実は私、あなたのお父さんのことを知ってるの。ごめんなさいね、今まで黙ってて。だけど私には、すべてを話すことはできないから。あなたは、お父さんにとっても似てるわ。きっと、立派な気空士になると思う。きっとあなたなら、空の果てにだってたどり着ける。でもね、だからこそ、知っておいてほしいことがあるの。きっとこの先、あなたは空と星の狭間で何度も苦しむことになると思う。だけどね、覚えておいて。どんな苦境もあなたならきっと超えることができる。仲間と一緒に。どんな逆境もきっと幸せな結末に導くことができる。だから決して諦めないで。諦めなければきっと道が開けるわ。ね？ロゼッタお姉さんからの、お、ね、が、い。忘れないでね、絶対に。散りゆくがいい。グラシアスネイル。みんなで作っていこう。最高のステージ、きらめきライズ。もっと声出るよね。祈る余裕は与えん。ジェネラルブリッジ。除去終了。
出てくるゴーレムの数が明らかに増えてきてやがるぜ。それだけ遺跡の中でも重要度の高い場所に近づいているということなのだろう。ゴーレム全ての相手をしていたのではキリがない。早く先へ進むとしよう。どうしたってんだ？まさか疲れちまったってのか？いや、違う。このまま進めば、じきに我々はフリーシアと決着をつけることになるだろう。だからこそ、今、お前たちに話しておきたいことがある。話しておきたいこと？そうだ。私の目的、そして、計画のすべてを、お前たちに知っておいてもらいたい。そうか。ついに、話してくれる気になったのだな。貴様に言われたからではない。この辺りはまだ騒がしいな。ひとまず先に、周囲の雑魚を一掃してしまおうか。私の目的が、オルキスを元に戻すことであることは、以前も話した通りだが、その計画について、私はお前たちにまだ話していない。そうだな。ああ。その計画に、今のオルキスちゃんと、ルリアが必要だそうだが。そうだ。そして結論から言えば、私の計画は、人形とルリア、その両方を犠牲にすることになるかもしれない。なんだと？お前はよく知っているんじゃないか？お前は一度、ルリアの能力によって、瀕死の状態から息を吹き返しているだろう。お前の命を救ったあの能力には、実はもう一つ、秘密がある。あの能力の本質は、ルリアの魂を分割して分け与えることであり、魂のない体にあの能力を使えば、ルリアの人格が魂と共に、受け取り手の体に移植されるのだ。え？じゃあ、ルリアが二人になるってのか？それは違う。あくまで移されるのは人格のみであり、記憶ごと移されることはないそうだ。つまり、能力を持つルリアに、以前のオルキスの人格を再現し、その人格をあの人形、オルキスの体に上書きする。そうすることで、記憶は失っているものの、以前の人格のオルキスを取り戻す。これが、私の計画のすべてだ。そんなこと許されるはずがない。許される許されないという問題ではない。魂を失い永遠に変わることのなくなった人形にかつての笑顔を取り戻すには、エルステの民が望む王女オルキスを取り戻すには、もはやこれしか方法がないのだ。この先我々はフリーシアと私有を決することになるだろう。あの人形を取り戻すまで。少なくともそれまでは我々の目的は合致する。しかし、あの人形が我が手に戻ってきた時点で、私はお前たちの敵になる。どれだけ非情と罵られようと、私はオルキスを取り戻す。だからこそ、その時には互いに譲れないもののため、改めて相対しようじゃないか。やっ
無駄だ。いや、我が銃弾さらばだ。花と散りゆくがいい。グラシアスナイル。みんなで作っていこう。最高のステージ、きらめきライズ。みんな大好きだよ。ラブ。除去終了。みんな。これは驚きだな。もはや私のことなど軽蔑して口を聞くのも嫌かと思ったが、黒騎士さんはどうしてさっきの話を今私たちにしたんですか？あのお話をせずにオルキスちゃんを取り戻した後、私たちの隙をつくこともできたはずです。なのにどうして？どうしてだろうな。それが私にも実のところよくわからない。だが私には確かに譲れないものがあるが、それでもお前たちに対しては誠実でいたいと。相対することになるとしても正々堂々正面から決別したいと、そう思ったの。